さあ今回は密かに注目を集めているダンジョンクローラーというね新作のローグライクゲームを遊んでいきます。でこのゲームね、特殊な点がありまして、ローグライクとクレーンゲームがね融合していると。まあポーカーだったりね、まあいろんなやつがローグライクと合体してきたんですけど、ついにクレーンゲームがなったかと。でクレーンゲームなんで、まあこう取れるかどうかもわかんないし、配置もねわかんないと。わかんない中で拾ったもので敵と戦うので、攻撃したいのにできないとか防御したいのにできないとか、そういうことが起きたりすると思うんで、まあ、デッキ作るのと同時に取れるかどうかもわかんないっていうこの2点ね、これはね気になりますね。で今回体験版遊んでいくんですけど、製品版は日本語があるみたいで、その辺も期待ですね。で、まあ、操作出てますけど、まあ、簡単で、まあ、WSD で動くでスペースで取るって感じで、操作が難しいことはないかな。さあこれデッキがあって、ここにねぶちまけられてるんですけど、で敵がいてと、まあ、この敵がいて攻撃するって構図はよくあるんですけど、ここに対してこうクレーンをね使っていかないといけない。でこのデッキのものが中に入っています。ダガー10個スモールシールド10個、スモールソードが1個、ビッグシールドが1個で、ピギーバンカー1個と。で普通のダガーは近くの敵、まあ、前側の敵かなに6ダメージ、で縦が10ブロックで、今回17ダメージくらいなのかな。だから縦2個欲しいんですけど、このビッグシールドは単独で取った場合効果倍になるよと。単独取れ、これでしょ、取れますかね。スモールソードもそうだね、狙ってみるか、行ってみましょう。ちょっとあれもこれ突っかかる。ちょっとどう、クレーンゲーム、こういったら多分いけるかな。いけ、お、ああこれはどう、単独なので、ノーマンね入ってますけど、あーだ8ダメだ。そう、この剣単独とかじゃなくて本当に単独なのね。あれ単独無理じゃない、だとしたら捨てたりできんのかな。まあこれは安牌にブロックと攻撃取って、まあ、あわよくばこいつ倒せるね。666で3つ取れれば。でこのカスみたいなやつはなんか集めるとなんかリワードがもらえるんですか。いきます、取りましょう。あいいね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 。この期待値ね、どんだけ取れるか、配置にもよりますけど、これ倒す、でガードを殴る、であいつガードと攻撃でしょ。いけるいけるいける、単独狙ってみるか。でこれで、ね、あれはあれだけかすめ取ればいいんでしょ。よいしょ。あーでもダメだ、早めに今閉じてみたんですけど、なんかパークがあんのかな。まあ勝ちましたね。このようにやっていく。で新しいものね、ダブルブレーデッドソード、スモールソードどうかな、増やすべきかな。一番左は近い敵に30ダメージだけど、まあ自分の体力も減るよ、そう減るよと。でこれ全体に毒ですね。毒の効果が分かんないけど、まあ、持続ダメージかな、これにしようかな。よしよし、いいよ。いやこれ面白いですね。お12、12ね。で2個動けるんで、こっちはこいつを倒してしまえば12ダメージだけなんで、そんな難しくないんじゃないか。どこら辺狙おうかな。当たりをねつけるわけですよね。12なんで縦は2つ取れれば十分。あ、でも、ちょっとこれ下にあるな。え、ここでいいんじゃない？ちょっと行ってみよう。どう？ああ、1個取れないか。ああ、落ちる。そうね。そういうことね。そういうこともあると。ゲーセンで味わうやつだ。だが2個取れればいいな。そう、このピギーバンク1回しか使えないけど、コインがゲットできるってあるんで、1回の戦闘で1個は取っておいた方が良さそうだよね。欲張りたい。そういうお年頃なのよ。いける？お金どこで使うんだろう。あ、倒せなかった。しまった。でも30、あ、防げます。これ全部補充だ。ピギーバンク以外が補充されるのか、これで。単独狙ってみようかな。やる必要ないか、別に。毒ね、使う意味はあんまないよね。いや、この辺の方が取れそうだな。いけ。あー、縦が毒
録さん。あ、これちょっと撮ってみたい、この1個のやつ。よいしょ、どう？お、来た、1個だけ。これで30なんの？お、なりました、40ですね。10あったんで。はいはいはい、なるほどね。これもちょっと撮っといた方がいいんでしょ？時間かけた方がいいのかな、そうなると。よし、撮れた撮れた。新しいクラフト、新しい服に使うらしい。この辺で取れば、2つ取れればいいね、盾が。もう落ちないでしょ。 OK。 まあなんかね、いいのが取れてるわけじゃないけど、毒が溜まってます。いやー、もうでも無理だな。取るか。これ左下にギュッて読んでやめてほしいね。あー、まあ、毒で死ぬんだろうけど、いけ。あー、取れないか。一個だけ、まあでも OK です。で、どうしようかな。あ、毒を取り除く。毒系になりましたね。真ん中が今ならいいんじゃないかな。うーん、水を毒水に変える。これは水ね。あ、リロール、あ、リロールのお金使うのか。豚は毎回入れないといけないの、ここね。スモールシュート、でも 1個か。でも16ダメでしょ。ダガー3つ取るのより強い。ダガー6ダメだから、あ、3つだとダガーの方が強いのか。2個ならこっちの方が強いと。1個で取ってもね。これかな。あ、で、ここで、買い物なら無理ですけど、あ、こういうのもね、クレーンゲームなわけですか。攻撃力ですかね、これはね。体力か。いや、これ欲しいな。1回ね、1回か。で、これ回復なんで、これでしょ、これ。これ絶対取る、これ。絶対取ろう。いけ。あー、ちょっと右のカスいらないかもしれない。危ない。危ない、危ない、危ない。これ攻撃力アップかな？取れましたね。両方ね。ダガーが、あ、これプラス3ついてます。やっぱ上がるっぽいですね。消費しちゃうのかな、でも。今回は18ダメなんで、デカシード1個、あれは無理かな。単独で取るの難しそうで、右下のこれ取ればやれるんじゃないか、かなりの確率で。よし。あ、いいね、だいぶだいぶ取れました。もう数です。殴れ。だいぶ上がってますね。余裕でした、なんなら。盾剣豚欲しいね。欲張りでしょうか。いけ。OK。いいね、いいね。ノーダメでいける。お金も取れた。ちょっと時間、あー、この辺の下のやつ欲しいんだけど。まあ、ちょっと落ちたね。結構落ちたね。で、減らないってことはもう持続なんだね。持続。お、盾。スパイクか。盾じゃないね。攻撃されたら、カウンター系のやつか。さあ、これダメージと回避ですね。取ろうかな。よし、さあ、ボス。フロア5なんで、これがあと5回続くわけだ。さあ、バフです。バフなら盾を取る必要はないんで、剣を取りたいけど、この辺かな。取れるかな。でも上の盾が邪魔しそうですね。ここがいいか。いけ。あ、うわー、惜しい。あれ、あ、でも単独で取れる、あれなら。
ほら、殴れ殴れ殴れ。いったね、半分くらいまで。あれ単独でしょ。16ダメですか、そうなれば。あー、落ちんのそれも。くそ。で、3上がって19ダメージね。よし、いいね。ここで攻撃6ダメージと、あ、スパイク。あ、これがバフか。殴りづらくなりましたね。盾とメディケン行こう、じゃあ。あー最悪。こういうことが。いや、諦めないよ。ドクとメディケン。なんとか、あー。つかめないわ。落ちそうだし、メディケンなんなら。え、回避は縦すらつかな。いいね、回避ね。メディケン強いねってなると。スパイク残ってるけど、ぶん殴った方がいいのか。縦があったら今、縦で受けてたんで、縦と取れればいいんですよね。縦取るかなんなら、じゃあ。1回目縦で2回目あの右の攻撃取ろう。おお、よし。ダガーも取れればいいなって思ったけど。よしよし、いいね。いや、これいいね。やみつきになりますね。デッキによって全然展開変わるわけでしょ、しかも。わあ、クソゲークレーンは。嫌いです。クレーン今、金使い虫ですから。ターン使う。わあ、スパイク10。痛いって、それは。溜めちゃいけないね。いや、これでかいよ。先に縦いくよね。入った順だよね、でも。わあ、殴っちゃうのか、これ。食らうか。いや、20ダメージ。いやー、さっきの取れてたら倒せたんだよね。いやー、スパイク痛いなー。敵弱くなるのこれ。いいな、弱くなるのいいっすね。お、これはなんもないのか。なんもないのね。パチンコマシーン、ブラックスミス。アイテムの強化か、新しいアイテム。新しいアイテムいいな。あ、戻れなくなったんだね。そういうことか。あれも体力移動したから回復したのかな。ハムスター、何これ。なんか入れてくるみたいですね。これ取れるよね。下のダガーは無理そうだけど、上のダガー毒くらいならいけんじゃない。あ、下のダガーもいけちゃう。いけない。まあ分かってきた、ある程度。まあこれで1本でも取れれば倒せるでしょ。はじけて外れるやつやめてほしいね。いや、ごめん、楽しいこのゲーム。いつ出るんですか。明日くらい出ないかな。日本語でやりたいですね。で、豚取らないといけない、そういえば。まあ、パチンくれならよりね。いけ、豚取れろ。豚取れろ。ナイス。多分死ぬだろうけど、あいつも。オッケーオッケーオッケー。つえ、敵の体力減らして攻撃力上がってると。お、手裏剣。ラストエネミー、後ろの敵かな？に毒。ボスとかが雑魚を前に出してくるパターンだと、効きそうじゃないかな。まあ、豚1000と1だけど、どうかな、そんなに。ちょっとショップしたいかな。お金いきなり狙うのはどうかなと。あ、で、お、あいつ、紛れて、雑魚のように紛れてます。許せねえよ。あいつ、毒で倒そう。さっきのミスは、あいつをね、殴り殺そうとしたことですね。和風が何か分かんなかったし。あ、今殴っちゃえば俺か。豚とまん、なんか取れればいいや。メリケンと豚欲しいな。メリ豚。ナイス。あとな、あ、だが。回避ついてく。で、アーマ、アーマスパイク銃。これも殴っちゃいけないね。盾だけ取ります。先に盾さえ取るときはなんとかなるんで。盾な、盾形がね。クレイジーですね。よし、まあ、2個あればあいつの攻撃防げるし。7毒あるんで。回避、いや、でも回避あったか。でも、スパイクがある以上、回避があっても殴れないんじゃないかな。
毒追加したいけど剣を取ってしまいそう。攻撃はしてこないから盾いらないんで、手裏剣だけ欲しい。手裏剣かあの右のやつだけ欲しい。うまくうまくあの剣を出せ出せ剣を出せ。あ、手裏剣盾先に行け。せめて、あ、ダメだ全体的にダメでした。痛いな。で、多分これまたがないと回復しないよね。お、これは取ったら攻撃力上がるってことだよね、その戦闘中。これかな、盾増やそうかな。それか、いや、こっちでしょ。さあ、パチンコ来ました。お、あ、落とすパチンコ、ん、なんて、これなんて言うんだ、こういうのって。まあ、パチンコはパチンコか。弾が下に落ちる感じなんで。どうすればいいの、ちなみに。あ、プレイで、勝手に行くんですか。アイテムを使うと、2ブロック。これはじゃあ、パークなのかな。アイテムの使用って、アイテムって何？この辺がアイテムなのかな？ここに入れればいいんですよね。だどう落とすかか。え、でもこんな簡単じゃない？こうでしょ。あ、ああ、もう一回もう一回やるよ、当然。こうですよ、じゃあ。あ、ちょっと。よし。今でも大体把握してよ。こういって、あーっと、弾かれた。うん、よし。オッケーオッケーオッケー。ここよ、じゃあもう。いけいけいけ。よし。おー、入った。違ったけど入った。これでパークが追加して、あれ？あ、じゃあ、アイテムなのか。ちょ、先取ってみますかね。フロック。ヒーラー、25ダメ。先にここ取って守備系で固めて、これ外せないでしょ。よし、これで効果がついて取るごとにだよね。で、今ついたのは本来20のはずなんで、多分2個で24になったのかな。こう先に入れたわけじゃなそうだけど、まあ、出てるっぽいですかね。1ダメージしか食らわない予定です、このまま行けば。殴りたいな、でも。回復どんなもんだ。インセルフを、どっちかを回復するのね。毒がいいか、じゃあ。毒は。あ、毒ないっすね。多いと入らないのか、もしかして。そういう感じか。あの、じゃヒーラーに毒を与えよう。手裏剣毒。いけるよね。よし。あ、ほら、何かそういうことに溜まっていくんでいいですね。いて。あー、なんかでかくなってる。そういうことか、効果は。モディフィ、なんか影響与えてくるっていう、こういうことね。でっけーけど、あ、でも銃がでかいだけか。これがこの30になるやつだったら、使えるかなって思ったけど。で、この効果消えないんだね。残ってますよね。今回のダメージえげつないな。だいぶ食らいますけど。あ、邪魔それ。あ、でも、いい感じ。だが、なんとか、よし。あいつなんか殺したいな。28か。どれ？あ、右のここだ。ここ取ればなんとか。あの盾が邪魔にならなければ取れる。おっと。でも取れたね。よし。ギリギリ。手裏剣投げて、オッケー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 。豚がすごい位置にある、何しても。やべ、倒しちゃうな。いやでも取れないよね、あれね。おマグネットゴールドだが、ちょっと気になるね。スパイクは敵に攻撃させないといけないから、あんまりやりたくないかなと。金属アイテム引き寄せるね。メタルアイテムね。ゴールドだがが最も近い敵攻撃するのと、所有するコイン10枚ごとにダメージ上がると。マグネットかな？いや、いいですね。ちょっと金属ってのはちなみに。
左下のことだよね。このマークだよね。ガントレット、手裏剣、ナックル、メリケンナックル、あと剣もそうか。でもないですね。あ、待って、結構多いな。あいつ結構強かったね、にしもしのやつ。こう、取りたい。欲張り取りたい。あ、取れない。あ、しかも結構、悲惨。全部、全部来い、全部来い。だが、なんとか、あ、両方。ノー攻撃。攻撃力上がりましたけど。痛いよ。スパイクあれば今ね、こいつスパイク555ってくるんだよね。あれ取ればいけるぞ。いったれ。まず上取りましょう。あ、どう？お、いや、オッケーオッケーオッケー。これ2位なんの？あ、いいね。めっちゃ盾増えるわ。あれ、1回でいけないの、ちょ、バグじゃない？もう強すぎないか。お、よし、引き寄せる。すごい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 。あ、もうナイスナイスナイス。いいね。これ強いわ。ボコ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 。おー、いいね。あー、邪魔だな、でも。あ、取れるかな。あ、豚欲しいけど、でも豚は金属じゃないんで。あー、あれが取れないと。まあ強いけど、でも集まってることによって取りやすいは取りやすいから、あること自体が意味がありますね。毎ターン盾ゲットか。でも今回のこの感じだとあんまいらないんじゃないかな。何がいいんだろうな。これ気になります。ヒートガン、シュリンクラップっていう、シュリンクラップ効果与えると。攻撃ではバトラックスですけど、ブロックがなくなると自分のですよ。これにしてみるか。スキップもありなのかな。どんどん入れてってるけど。さあ、ボス。あ、ちょっと硬いで、ビッグナイトバフです。わかんないんで、とりあえず固めますか。ガントレット欲しいよね。2回で取れるか。あの盾邪魔だな。あの盾多分悪さすると絶対で、右突っかかるとでも動いちゃうんで。頼む、ガントレット。ナイス。金属？あ、金属か。光ってないから違うと思った。オッケー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 。で、行ってみる。これデバフなのかな。あ、ギブユーだから強いのか。じゃあ、お金取れてないね、全くね。戦いたくなっちゃうのよ。わかんないからちょっと戦っとこう。あ、でも食らってもいいんだもんね、別に。盾もいらないけど、別に。取りますか。これ取るでしょ。OK。まあ、欲張らず。左に降ってきたらやばいことになるな。マグネット来たらでかいね。あー、すごい。これすごい。あ、これももしかして、ね、あ、これ違うか。金属じゃないみたい。下から支えられてますね。マグネットが取れれば。あいたし。これはプレジステントアーマーかな。殴れ殴れ。わからんけど殴れ。来い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 。あー。もったいないもったいない。取れちゃったね。あ、やばい、縦入れちゃった。これ。あーですよね。よし。で、毒。あれ25アーマーと。まだあのマグネット取るしかないでしょう。右の右に邪魔だね。うわーっと。あ、でかい邪魔だ。右から救いに行くか。外れそうだけど。左の盾と、そうだよね。邪魔だよね。やばいやばいやばい。食らう食らう。見て。うん、パターンは一緒か。こっち巻き込んでも取れないし、
左巻き込みそうだし、右の状態でホールドするべきで、だから刺さんないかな。あの手も邪魔だね。ガントレットも邪魔です。そう、それ、あー、ちょっとこれ取れるか。あれを取るゲームになってます今。ガントレット、ガントレット、いや、もう全然ダメダメ、あれダメだ。悪化してますね。左取った方が早いわ。あれはでも縦が邪魔なんだよな。もうここじゃない。縦の形がちょっとですね、丸みがあるのでアームが滑っちゃうね。縦取らないとまずいかな。よし、まあ、安定的な。右もやばいことになっちゃったもんね。メリケンを外さないといけない。これ何もしなくても勝てますけど。これ、お、お、いいね。アームでしっかりとホールド。あ、落ちないで。あー、よし。倒したね。いやー、あ、また同じの来たね。さあ、水ね。何がいいかな。戦闘系はなさそうですか。水がマシン内ちょっとやってみますか。スワンプ、これいいもんな。上、あ、ちょっと動けます。リワードがある。真ん中はなんだろう。コインつく、コインがないんですよね、あんまり。ミステリール。あ、なんか捨てれる場所がある。あ、パチンコマシン、どうだろうね。めっちゃ金使ったし、違うの行きたいな。強化行ってみますか、一回。水があります、これで。何が起こるの、これで。いいことあるんですか。あー、第3地。今のは水関係ない。こうかな。うまく両方の縦入れながらしっかりダガーをホールド。あ、その、あ、危ない危ない。3個入れると8切れちゃうのよ。2個でいいね。あいつ何してくるんだろう。あ、毒つけてきた？思ったね。いや、あれ取れんよね。メリケン邪魔だな。左めっちゃもうこんくらいか、もうちょいか。かすめ取るイメージでいかないと。間に入る。あの間に入ったけど弾け飛んだ。あれ取れんの。ああなっちゃった。取れるんですか。倒せるかな。倒せるね。豚取ります。ガッツリホール、ナイス。水どうなの、ちなみに。何が起きてるんだろう。水を取れてるんですかね。毒、豚増やすか。おわー、ローグ。もうこいつ雑魚扱いされてるんですけど。いけ、落ちないで。あーっと、こいつ早めに倒すしかないもんね。正解は何これ。アイテムが増えたことによって出てないから、この辺いらないのかな。あえて取るまでも、これいらないか。ヒートがあんま分かんないし、でかいし。メリケンサックそれこそいらないかも。効果的には美味しいですけど、まあ毒でしょね。これメリケン取るか、縦、あ、でも痛いな。先縦取らないと。ここなんだけど、取れなさそうだよね。いけ。あ、ナイス。いいよ、ホールド。ナイス。あー、欲しかったものが落ちていく。
最悪ダガーでもいいや。オッケーオッケー。集まってるとこ取るみたいなね。でガントレットも来たんで、よしよしよし。毒で死んだ。あー毒つけられた。ここでいいんじゃないのかな。掘らないと。取れるか取れるか取れるか。もうちょっと安全に。ナイス。終わったね。結構でも食らいましたね。スキップじゃないかなこれは。体力失うなんか重いですね。30ダメージか。いやで手札にあって使うとかならいいけど、意図してない場合があると思うんで。しかも寄っちゃうしね。おお、あれ、あでもリトルバージョンです。あちょっとちょっとまあいいか。あー毒来ないね。効果さっき見てないね。あんま分かんないですね。マシーンに何をするんだろう。あーシュリンクじゃないよね。小さくなるっぽいのかな。あれシュリンクか。あそのシュリンクか。あはいはい。アイテムが小さくなるんだね。取りやすくなるってことかな。そうなることでこれ取ればあいつの攻撃かわせるんで。でもこれでかくするんじゃなかったっけ。こいつなかったっけな。ナイス、いいよ、邪魔しないでね。ナイス、オッケー。食らわない。あーうわ、強っ。あれ寄ってる。寄ってんのあれ。何が小さくなったんだ。なってるように見えないですけど、縦が小さいとこも別にないよね。どこが正解だ。あいつを殺すか。でもあれを取るのがいいけど、上のまず2つと、上の2つまず取れないかな。上の2つ取れればなんとかなるけど、上の1つしか取れなそう。その後取れるかちょっと未知数。いってみよう。うわっ、いや終わったかもしれない。終わったかもしれない。あれも取れるぞ。ここよし、お、きお、全部来た。ナイスナイス。いや、危ないか、でも。足りない、24。1個くらい防げるけど、1個まともに食らう。あんまり集まんないか、とっても。いや、取れ。シンプルクレーンゲーム。攻撃してこないのでボコボコにしたいね。早めに締めることもできるんで、こうやって締めて来ないか。繋がってなかったね。うさんつきました。めっちゃこれでアイテムさえ取ればなんとかなるから。あー取れそうにないかな。左の方がいいか。安牌に安牌でも邪魔かな。取れますかね。よしいいね、この形。これ案外整理整頓ゲーでもあるのかもしれない。うまくなんか形がはまれば取れるんで、そこを狙うべきかもね。でもこれ無理かな。取れる見込みがないですね。まあアーマー的にはいいんですけど、やってみるかですよね。まあでも邪魔な、まあ欲しかったなあれ。よし勝ちました。危ねえ。でもめっちゃ食らってる。ちょっと一旦これスキップじゃない。盾もね、そんなにいらないかなと。さっきイベント見とくか。ガントレット。上一緒ですね。ガントレット持ってるじゃないか。ん、何かが起こるみたい、ガントレットに。消えたりすんのかな。置いてみますか。あ、ガントレットが。なんと増えましたね。
効果取るわけじゃないかな。で、効果2倍、数2倍、どういう、できないですけど。あ、ダメージ2倍だ。あー、いや、これにしよう。だが、あげます。あ、もう一回できる？ん？あ。これで、ちょっと強いのが増えるというか、合成してるみたいな感じかな。まあ、盾もじゃあやろうか。だけ。まあ、ここで一応強いのができましたと。他はそもそもないのかな。ガンと言うと2倍ね。いいことなのかな、それは。で、戻れないですもんね。いきます。わあ、なんか、さ、まずバフは受けてみないと分かんないと。いや、これはすごい戦いになるよ。まず、何？メリケンタレ取れるかな。メリケンタレが取りたいな。ナックルとね。来た。よし。来たよね。よし。オッケー。で、あれ取るの無理じゃない？あ、でも、ごっそり取れるって考えたらいいのか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、ナイスです。ボコボコタイムよ。なんか変わってるかな。ミラー。お、待って待って待って。これは攻撃は大丈夫か。次の攻撃またデバフを返すと。弱い攻撃か、盾をつけてからじゃないとまずいですね。2打目ならいいかな。これいくか。入り方によってめっちゃ食らうんで、そうなると。ナックル効果つかなかったら意味ないですし、ここかな。しかも27打目。そう、ガントレットが埋まっちゃってて、ここ。いやー、え、それは、まあでも、盾的にはでかいのか。いけ、ボコボコタイムだ。さて、あー、なくならないね。いて、まあ、最初の1回だけね、カウンター食らいます。で、なんとか守れた。毎回つくのか、これもしかして。でも、これがついてる限りずっとミラーが1個ついてそうで。なんか、しょうもないデバフとかがあればいいんですけど。効果で、いや、でも、長いった場合痛いよね、これね。10、9ダメか。いや、まず盾取って右下取りたいけど、あれ剣取っちゃうかな。頼むよ。先盾してくれ。右から入った方がでも先に。いて。やばい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 。自滅みたいなことしてる、今。オッケー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 。で、2台目しか食らわない、これ。あ、でもこれで食らわない、食らわない。毎回つくのはもうしょうがないか。固めてからやれば大丈夫なんですけど、ナックルまで取りたいよ。よし。ナックルから行った方がいいのか。ナックル効果なくなっちゃうかな。あ、ついたよね。かわすからダメージ関係ないか。最初に盾取らないと自分の攻撃でめっちゃ食らうから、そこだけ意識するか、まあ、アイテム取れば硬くなるからそれを使うか。いやー、これ食らうな。で、あいつやだ。ガントレット来て、あー、来ないか。まあ、しょうがない。毒つけろ、毒。半分くらい来てます。でも、こっちの体力もやばいね。大攻撃してね。で、毒とかやったらマジで防ぎようがないんで、ここかな。盾さんいける？ナイス。
大攻撃できるけど、これメリさ、ナックルが邪魔で多分弾けそうだ、ね、やってきてるんで、それをこの剣と毒と指輪、あるいはここでナックルを増やすか、ほい弾けんだよ、ナイス。シュリンクもつくでしょ。何が変わってんの全然わかんない。敵が小さくなるとかでもないでしょ。取って剣いらないよ。よし、入った地点でこれで6つくからある程度のダメージは食らわないはずだよね。ナックル来い、ナックル来い、頼むよ。よし、ナイス。これでかい、これでかい、これでかい。4あれば8でしょ。あんまり弱い攻撃が食らわなくなったんで、1回でも毒ついちゃうか。毒つくのだけ嫌なんだよな。マグネット回収して終わらしたいから、ここ行きましょうか。おおおおおおお、こっち持続的なやつがあるから、聞いてる聞いてる。縦縦ガントレットで、あのマグネット上のやつごっそり取ろう。これ1個アイテム取るごとに14ですかこうなるとすげえすげえつくね。ガントル邪魔。よし、オッケーオッケーオッケー、ぶん殴れ。よし、あと72、縦110まで溜まってる。いけんじゃないこれ。別に食らわない。1回14でしょ、そんな与えないと思うから。今のいいんじゃない、今の抑え方。あー、ナックル、じゃあガントレット。あ、食らうわ食らいました。先立ては絶対必要でしたね。いや、なんなら今のだと関係ないね、その効果自体。あ、負けてた。あ、今ので先端でいけるかなって思ったけど、先絶対盾か。20なら死にはしないけど、怖い領域である。いや怖ちょっと待って、盾だけ欲しいんだけど、これいけるかな。こう、よし、死ななくしてから、まあここかな。待って、まあ OKOK、 1本、これこっちが暗いんじゃない。そしたらやべえ、危ねえ、やばいやばいやばい、やられるギリギリ負ける。取るのが怖すぎる。いけ、安牌取り。暗手裏剣がこっちに来ると嫌なんですけど、まあ、毒も効いてはいる。手裏剣右側が基本先に来るっぽいんだよね。そうだよね、返されたけど。よし、あぶねー。いやー、あ、ダメージ受けとダメージ上がっていく、これかな。いやー、めちゃくちゃね大変でした最後は。ゲーム性めちゃくちゃ楽しいですね。クレーンゲームとローグライク